はい、でも皆さんこんにちは、こんばんはございます。おむちゲームズおむちです。今回ですけども、6月のね13日の更新予想の方やりたいなと思います。ちょっと本日ねちょっといろいろとあってスマホで撮影していて、まあ、ちょっとね申し訳ないです。ため撮りしているんでねお許しください。というわけでね、まあ今現在はね6月13日まで、まあ、エキサイティング第1弾がね登場していて、まあそれではね無料配布とか、あと累計の方もありまして、まあ、S ランクが合計2枚獲得できる感じなんですけども、まあ、第2弾がね、まあ、この次の更新でおそらく登場してくるんじゃないかなと思います。まあ、そしてねその後の更新で TS 第3弾が登場してくる流れがね、まあ、多分一番ね確率高いのかなと思います。ただねまだ外国人 OB とかも、外国人のねあの学生とか登場してないんで、まあ、そっちの方のね登場する可能性もまだあると思うんですけども、まあ、このままねエキサイティング第2弾が登場する可能性がね一番高いんじゃないかなと思います。続いてね、まあ、イベントですね。まあ、イベントに関してはエキサイティング第2弾のね、まあ、累計開始累計でね獲得できるんじゃないかなと思います。まあ、昨年からね無料10連が消えているんで、その代わりね、まあ、累計で獲得できるという感じなんですけども、僕はねホームランダービーを予想しました。まあ、最後に登場したの結構11月とか秋の頃だったか、結構前だったような気がします。まあね、まあ、ホームランダービー来て、まあ、そこでね累計で獲得できるんじゃないかなと思います。まあ、最近ね正直イベントがかなり渋いんでね、まあ、ホームランダービーだったらまだまだいい方なのかなと思います。まあ、あとはね個人的にはやっぱキャラバンも登場してほしいんですけども、まあ、ちょっといろいろとあってねお寺の事情か何からねやっぱ登場してこないのかなと思うんで、まあ、そこの方のねキャラバンの方の登場はねやっぱ期待したいなと思います。まあ、あとですね無料10連に関しては、まあ、先ほども言った通りね昨年からなくなったんですけども、まあ、今年ね、まあ、まだね復活する可能性はゼロではないと思うんで、まあ、エキサイティング第2弾無料10連ね、まあ、本当に期待したいなと思います。まあ、コナミさんね本当に、まあ、最近本当に渋くなりつつあるんで、こういうところでね本当エキサイティングの無料10連復活してくれたりしたら、まあ、ユーザーもねかなり増えたりすると思いますし、やめたユーザーもねかなり多いと思うんで、まあ、このねエキサイティング第2弾でね盛り上げてほしいなと本当に思います。続いてねエキサイティング第2弾のね、まあ、個人的なね、まあ、登場のね、まあ、おすすめ選手を紹介したいと思うんですけども、まあ、ぶっちゃけね第1弾よりも全然強いのかなと思います。まずは大山選手ですね。まあ、今シーズンからね高額打法が消えてプルヒになったんですけども、まあ、守備適性は上がっているんで、まあ、正直ねこのシリーズでね今ちょっとね成績が下がっているんで2軍にも行ったりしているんでね、まあ、シリーズ前よりまたさらに下がるような気もするんで、今のうちにねエキサイティングで取っとくのは悪いかなと思います。まあ、特殊能力がね熱気でパワーがアップなんで、そこはねいいと思うんでね、エキサイティング大山選手獲得するのは悪いかなと思います。まあ、ただね私立、昨年のね私立の方を持ってる方はそっちの方をねスペ替えしていく方がいいと思うんで、まあ、そこはねしっかり考えてねやる方がいいと思います。まあ、続いて床田選手ですね。まあ、床田選手に関しては、まあ、今年からねまた中継ぎ適性が復活していて、まあ、球威もねマッスラとかも上がったりしてますし、まあ、特殊能力ねやっぱ超タイピン切れで熱気なんで、まあ、かなり強いかなと思います。まあ、あとはエキサイティング、まあ、オールウェイもねオールウェイ同値もね狙えますし、そこもね、まあ、結構大きいのかなと思います。まあ、僕もねセレクション昨年のやつ持ってるんですけども、床田選手ね、まあ、昨年結構前来たんですけどもね、まあ、新金とかもやっぱ慣れてきてちょっと厳しいところもあるかもしれませんけどもね、まあ、中継ぎとかならワンポイントだから全然ね使えそうなような気もします。まあ、続いてねベイスターズの牧選手ね、まあ、牧選手に関してもセカンドの中だったらかなり強いのかなと思います。まあ、守備適性補給もね上がってますし、まあ、特殊能力もね広角パワー比で、ここがねまあ、熱気に変わるとパワーもさらに上がると思うんでね、まあ、結構強いかなと思います。デフォルトでミパも A ですし、まあ、結構使い勝手はいいと思うんで、12球団勢でもねセカンド結構薄いよって方は結構入ってくるんじゃないかなと思います。そんぐらいかな。まあ、あと伊藤選手とかもね、まあ、結構強いと僕は思うんですけども、今季からね、まあ、中継ぎ適性こそは消えたものの、球威はね結構スライダーとかも上がったりしていますし、まだタイピンチがついているんでね、今までの伊藤選手より一番強いんじゃないかなと思います。まあ、ただ12球団勢の方はねこうオーダー入りにくいかな。まあ、でもこれが熱気に変わるんで、まあ、結構そこはね大きいかなと思います。まあ、熱気タイピン持ちの伊藤選手は今後多分ね、まあ、結構レアだと思いますし、まあ、純正勢とかはやっぱ欲しいなと、個人的にも純正やってるんで、まあ、伊藤選手はね結構欲しいなと思います。そしてね、なんといっても一番の狙いの選手はね、まあ、サンタナ選手かなと思います。まあ、今年のね、まあ、エキサイティングでね第1弾第2弾含めて一番狙い目の選手といったらサンタナ選手だと思ってて、まあ、いいとパワーね A いきますし、まあ、守備裏下はちょっと厳しいんですけどもね、特殊能力も互角打法あって、まあ、ねっきりね、まあ、第2特能の方もまあおそらくラインドライブでね登場してくる可能性は高いと思うんで、まあ、かなり強くなってくるのかなと思います。まあ、なんでね、まあ、このねサンタナ選手を狙って、まあ、60連引く価値とかはまあ結構
あるんじゃないかなと思います。まあけどね、まあエキサイティング引くぐらいだったら今後来るね、まあ、TS とかの方に、またセレクションとかの方にね、なじためるのもありかなと思います。続いてね、現在6月17日までね、求人祭の方が開催されていて、まあ、僕はね、まあ、参加はまあしないんですけども、一応ね、まあ、本枠の方でエントリーだけはした感じですね。まあ気が向いたら累計だけはやろうかなと思ってるんですけども、本当はね、まあ、累計はこれやった方がいいかなと思います。まあ、負けた場合でもね、100ポイント多分もらえますし、200ポイントからもらえますし、まあ、全然ね、負けてもリスクは全くないんで、時間はちょっとかかったりしますけどもね、あ、このね、欲しいかもな、スペシャルアイコンは。スペシャルアイコン欲しいから、ちょっともうぐらいちょっとやろうかなと思います。多分まあ結構累計ね、美味しくて特訓コーチもありますし、 A ランクでチームもあるとありますしね、まだちょっとね頑張れば、まあ、レートね7500とかいけば結構勝ち星も50とかもらえたりするような気もするんで、ちょっとねはっきりわかりませんけども、全部ね説明欄とか書いてると思うんですけども、まあちょっとねやり込んだりしたら結構ね、まあ、上位の方いけると思うんでね、まあ求人祭おすすめかなと思います。まあ、ただねリボンがもらえないんで、まあ、そこは本当にやっぱモチベがなくなるというか、やっぱランク戦のちょっと上みたいな感じの大会だと思うんでね、まあちょっとそこはね残念ではあるんですけども、まあ腕試しとかに程度にはね、まあ、ちょうどいい大会になってくるのかなと思うんで、まあリアタイねよくやってる方もよくやってない方もね、よく参加されてみるとねいいのかなとは思います。続いてねマンスリーですね。まあこちらに関してなんですけどもね、いやマンスリーほんと毎日行ってますけど、毎日は行ってないか配信とかでも行ってるんですけど、これ渋すぎないですか。ほんと30周年20周年のマンスリーで、このね単発 B ランク以上かけて単発1回1日1回のみっていうのはね、本当に渋いのかなと思います。ゴールドチケット配ってるだけですからね、うん、ゴールチケ配ってるのと全く一緒ですから、まあ、かなり渋いんじゃないかなと思います。僕も未だにね無課金アカも本枠の方も S ランク1回も登場してない、なんなら A ランクすらも登場してないんで、あ、強そう。ちょっとマメラ選手、へー、20歳高卒3年目とかですかね。え、すごい、結構強そう。ツーシームフォーク持ってる、今後面白そうな球種ですねまあちょっと話ずれましたけど、マンスリーちょっと渋いんでね、まあ次今後ねやっぱマンスリー、まあその分ね、まあ、無料充電とか来てくれてもいいかなと思います。ということでどうだったでしょうか。今回無課金アカウントの方でね撮影していて、スマホで撮影していてね、あ、編集もちょっとねできるか分かんないんですけども、頑張ってやりたいなと思います。今日からね、ちょっと今日というか撮影日のね火曜日からね、まあちょっとバイト5連勤行くんで、まあちょっとね長い時間バイトするんでね、あの1日の時間も19時間ぐらいかな、分かんないですけど、時間もまだね分かんないんですけどもね、結構やるんで、ちょっと編集もね合間合間でね、まあ、できる時にやりたいなと思います。まあちょっとバイトの方ね今年まだ1回しか行ってないんで、まあ、一気にこの5連勤でね気合い入れて頑張りたいなと思います。まあ、来週からね韓国旅行も行きますし、そこから東京とかも行くんでね、まあちょっとバイト入れて、まああとはね本当韓国から帰ってきた後もね、東京とか関東の方でもねちょっとタイミーとか使ってバイトもねしていこうかなと思ってます。また YouTube に関してもね、ちょっと Vlog とかもね撮っていこうと思うんで、韓国行った時のね、まあ、Vlog 結構ね面白い旅行になると思うんで、まあまあホテルとかもねまだ全く旅行まだっていうかね、僕前回台湾10日間行ったんですけども、その時も1日もねホテル取らずに行ったんですけども、今回もねホテル全く予約せずにね、まあ、なんとかその時の流れで、まあ、行こうかなと思ってるんで、まあちょっと面白い旅行になると思うんでね、 Vlog 撮れたら撮りたいなと思います。まあ、あとはね38度線とかもね行こうと思ってるんで、まあ、ツアーもねもう予約してるんで、まあ、そういうね面白いような旅行のね、まあ、Vlog 撮れたらいいなとは思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価、あと応援のコメント等よろしくお願いします。それではおちち。